今回の舞台は岡山県倉敷市児島に存在するトンネル付近では事故がたびたび多発、首を吊った自殺もあったようだ。心霊的な噂が多く聞かれており、女性のすすり泣く声があった話など、Google ストリートビューの様子。というわけでやってきました。あ、ここ立ち入り禁止か。すごい大きな開けた土地があります。で、今日はですね、白馬トンネルっていうトンネルに来ました。ちょっとね、児島の町からちょっと離れた山の上にあるんですけど、まあ、この近くに高速道路走ってたりね、サービスエリアあったりする中での、道なんですけども、歩道禁止っていう書いてますけど、結構ね、ここ開けたのが多いですね。まあ、このトンネルなんですけど、心霊スポットとして、結構有名みたいです。ここで近くでちょっとお亡くなりになった方がねおられたりするんですけども、これは何ですかね。はい、行きましょう。倉敷市のトンネルです。あ、1992年3月。女性のね、声が聞こえるとか、まあ、なんか変な不気味な話が有名となってます。まあ、何もないとは思うんですけども。なのでおそらくここを通る人はほとんどいないでしょう。まあ、そのトンネルの中で何か事件が起こったとかいうわけじゃなくて、その周辺が大体ね、外側とかこのトンネルの上に何かあったっていうような、ハートマークがあったりはよく聞くんですけども、1993年に、まあ、できたトンネルなのかな、ちょっとよくわからないんですけども、まあ、それ以前にはあって、まあ、改装とかまあして1993年になったのかどうなのかちょっとですけど、行ってみましょう。まあ、ただね、ちょっとね不気味なのがね、 Google のねストリートビューでね、ここを見るとね、なんか映像がねむちゃくちゃになってるというか、結構ね不気味な絵になっているということなので、なんかすごい気になったんですけども、何かあればいいんですけども、特に何もないです。で、まあ、いろいろな、ね、トンネルを僕も、ね、行ったりしたんですけども、やはりこのトンネルを、ね、掘るときにやっぱ事故があったりね、亡くなられた方がいたりして、外にそういう慰霊碑があったりとか、まあ、昔は、ね、そのトンネル作るに関してはなんかその人中というかね、あの人をなんか埋めるというか、なんかそういう、文化みたいなのもあったみたいですね。ちょっとここはよくどうなのかちょっとわからないんですけども、まあ、できる限りちょっと探したいなと思うんですけども、まあ、人もなかなか通らないので、そういうお亡くなりになられた方がいると聞きました。ないですね、特に。まあ本当にネットとかで調べたり、その視聴者さん曰く、まあなんかいろいろあるということを聞いたんですけど、僕が行った今の現時点ではないですね。めちゃくちゃ見てましたね。めちゃくちゃ見てましたね。いやー、やっぱこういう格好してたら怖いですよね。もしかしたらまあなんかああいうので SNS でなんか変な棒を持った棒っていうか、まあね、今ちょっと棒を持ちながらちょっと撮影してるんですけど、まあなんか登山者の例が出てきたとか、まあいう話にはなったりするんですかね。はい、いうわけで何も特にないですけど、この上にもなんかあるみたいですね。なんか道ちょっとわからないですけど。道はないか、ただここだけね、不自然にねスペースがあるんですけど、昔は上に行けたのかな。側で見えるかな、なんかね光って見えるんですよね。おそらくね、動物なのかな。ちょっとこの開けた土地が何か昔あったのかもしれません。で、立ち入り禁止になってます。いうわけで、ちょっと今日は、何もなかったですけど、もし映ってましたらまた教えてください。はい、というわけでありがとうございました。チャンネルがいいと思ってます。悪いと思ってます。